第55期サンテレビガールズの遠谷里穂です。太平洋戦争の終戦から79年、沖縄では大きな犠牲が払われました。悲惨な戦争の記憶を風化させないため、神戸で企画展が開催されています。8月23日、関西国際文化センターで企画展の開会式が行われ、創価学会副会長の寺崎博次さんが戦争ほど悲惨なものはないと訴えました。日本国内で唯一太平洋戦争の地上戦が行われ、県民の約4人に1人が犠牲となった沖縄、その沖縄でも半世紀以上にわたって平和運動を展開してまいりました。どうぞ。挨拶の後は久本神戸市長らも参加してテープカットが行われました。12月22日まで土日祝日のみ開催されるのは、ノーモアウォー戦やならんど沖縄からのメッセージと題した企画展示。続いて行われた内覧会では、訪れた参加者らが当時の悲惨な様子を伝える絵に見入っていました。こんにちは。こんにちは。今回の企画展はどのようなものなのですか？はい、来年は太平洋戦争の終戦から80年の節目を迎えます。戦争体験者の高齢化や戦争を知らない世代の増加により、戦争の記憶を継承していくことが年々難しくなってきています。残酷で悲惨極まりない戦争の実態を知り、平和を考えるきっかけとなればと願い、本展を企画しました。平和を考えるきっかけ、とても興味深いです。早速案内お願いいたします。はい。戦争の悲惨な歴史を風化させてはいけないという思いから、創価学会では1981年から平和運動の一環として沖縄戦の体験者にその証言を絵で表現していただきました。戦争のことを思い出させないでほしいと簡単には協力していただけない中で、戦争の記憶を継承していくことの大切さを語り続け、およそ700点の絵が集まりました。そんなにたくさんの絵が集まったんですね。今回はその中からおよそ50点を展示させていただきました。本当に貴重な絵ばっかりなんですね。会場に飾られた絵は、実際に体験された出来事が表現されていて、そのエピソードはとても痛ましいものばかりでした。こちらの絵は義母真一さんという方が6歳の時に経験された沖縄戦を描かれた絵になります。近所に一緒に住んでいたおばさんと一緒に逃げていく途中で、爆弾の破片がおばさんに当たって、この両足を切断されたという、そういう場面を描いた絵になります。なんか体験してない私でも、なんか当時の状況がパッと浮かぶような、ちょっと悲惨な絵ですね。そうですね。現在86歳だというこの絵の作者は、6歳の時の記憶が今も鮮明に残っているのだそうです。こちらの絵は捕虜収容所に収容された時に経験された記憶をたどって描かれた絵になります。一緒に逃げた親戚のおばさんも、捕虜収容所にたどり着いた後に栄養失調で亡くなられたとお聞きしました。せっかくなんか生き延びて生きてたとしても、栄養失調で亡くなってしまうっていうのもあったんですね。そうですね。それだけ大変な環境の中で過ごされたんだなっていうのを感じました。こちらの絵は木の下で子をあやす母親が、米軍の艦砲射撃によって弾の破片で母親だけが即死してしまった、子供だけが残ってしまったという絵になります。ここにも書かれてるんですけども、母親は当時20歳20歳だったというふうに書かれています。私が今ちょうど20歳なんですけど、なんか子供がいて戦争のその艦砲射撃の破片で亡くなるなんて、自分が今そうなってしまうなんて考えもしないので、なんか絵だけじゃなくてここに書かれてある文字からも悲惨さみたいなのが伝わってくるなと思いました。そうですね。
お母さんからしたら子供のこれからを見たかったのにそれも叶わず亡くなっていくみたいなのが本当に辛いお話だなというふうに思います。そうですね、本当にたくさんの方がこういった経験をされたんだなというふうに思います。続いて案内されたのは疎開と書かれたボードの前。沖縄戦の地上戦が始まる前年に日本は沖縄県に住む老養婦女子に疎開命令が出されまして、約7万人が九州台湾に疎開をしました。当時戦力にならないと判断された方を疎開させることで日本軍の食料を確保するという目的もあったそうです。そうした中で1944年の8月に学童疎開船の対馬丸が米軍の潜水艦によって沈没して、学童だけで784名の方が亡くなられました。ちょっと多すぎる人数ですよね。その時の様子を描いていただいた絵がこちらになります。はい、魚雷を受け多くの子どもたちが犠牲になった対馬丸の様子に言葉が出ない里穂ちゃん。そしてこちらの強制集団死では、捕虜になるぐらいなら死を選びなさいという当時の日本軍の考えを住民にも浸透させていたということで、親が子を殺し、子が親を殺し、夫が妻を殺すなど肉親知人同士で手を掛け合ったという、そういった出来事がありました。なんか今の生活で普通に家族と仲良く過ごしてるのに戦争が始まって殺さなきゃいけないなんてもう考えもできないですね。そうですね、当時米軍に殺されるぐらいなら自分たちが家族が殺そうというどうしようもない状況の中で選んだ出来事だったというふうにもお聞きしました。すごい苦しいことですね。言葉がもう本当に出てこないです。はい、会場には絵の他にも平和に関するさまざまな展示がありました。こちらは沖縄戦の紙芝居になります。創価学会沖縄青年部では沖縄戦の体験をどのように後世に伝えていけるかを真剣に考え、紙芝居という形で2021年に制作をしました。その一部をご紹介しましょう。アメリカ軍の戦車がすぐ目の前までやってきました。私たちは何とか息を殺してじっと耐え忍びました。あまりの恐怖に一緒にいた親戚のおじさんがアメリカ兵にやられるより自分たちで死んだ方がマシだと手榴弾を手にしました。すると私の母がすぐおじさんの手首を握り、この可愛い子供たちは殺させませんと必死に抵抗したのです。母が止めなければ今の私はいません。今日のお話は本当に現実にあったとは思えない辛いお話ばかりでした、はい、このようなことは二度と繰り返してはいけないと考えています。本展で紹介した沖縄戦の絵や沖縄戦の紙芝居、また反戦証言集の出版など、創価学会ではいつの時代も未来を担う青年が主体者となって平和運動に取り組んできました。とても大切な活動ですね。こちらの企画展はいつまで開催しているんですか？はい、12月22日日曜日まで開催しております。少しでも多くの方に見ていただき、ノーモアウォー、戦やならんどうの心が伝わることを望んでいます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ノーモアウォー、戦やならんどう。私は戦争の話を聞いたことしかなかったのですが、今回体験した方のリアルな絵を見て戦争の残酷さや怖さを学ぶことができました。